どうも店長です。YouTube 間違えた、ライブ配信風 YouTube、 まだ言い慣れないんで間違えちゃいますね、動画投稿していきたいと思います。こちら今映してるのはもうモフモフしてますよ。もうモフモフしてますですけどもね、可愛いですね。これキューブシュガーのオーダー会のアウターです。アウター系、ボトムに引き続き今度はアウターをご紹介させていただきたいなと思いまして、やっていこうと思います。こちらですね、この展示会分のやつ。やばいよ、すごい可愛いもん。この切り替えのやつとかすごい、まあ、モフモフはね軽いんですけど、ここナイロン地でポケットもナイロンで、まあ、ぐるっと回りましょうか。こんな感じで後ろも、はい、配色が切り替えあります。いくらだっけいくら、あ、おいくらでしたっけ。オタクそこだけ言っとこう。色違いで何色、色違いとか、ちょっと待ってね。もうこういう感じで本当ライブ配信っぽいね。これクレイジーだから他のは一色なんだよね。それで8500円プラス税ですね。はい、という感じで、もうこれもオーダー受け付けちゃって、しかも現物じゃないかな。9月末、まあちょっと待つか待たないかぐらいですね。いや、オーダー会、はい、なんだっけ、ちょっとちゃんと説明しよう。今週の木曜日から28だね、木曜日からスタートして来週の月曜日まで、なので10月の2日か2日までやるんですけど、そうですね、それでオーダーするともう10月のその2日の週っていうんですかね、にはあの週末届くんで、届きます。はい、で見てください、もうアウターのラインナップ。いや、あのね、それ当然まだ着るには早いんですけど、待って自分着てた、まあいいやもちろん早いんですけど、もう先にもう気になってるのは抑えておこうっていう、そういうですね、気構えの、はい、方もいらっしゃいますので、そこはちゃんとやっぱアウターご紹介させていただいて、あの今後のね、あのファッションの、なんだろう、今年はこれとこれで着るみたいな、そういうちょっと構想を練っていただくのもいいんじゃないかなと思います。ベスト多いですね、ベスト多いです。はい、でちなみにですね、はい、じゃんって言ってジージャン着てるんですよ。店長も着てみましたそういうあんま面白くないことはあんま言わない方がいいですねそうですね、これ可愛いです、ね、レディースですよ、もちろんキューブシュガーの、こうちょっとやっぱ当たり具合と言いますか、なんかケミカルウォッシュっぽいような雰囲気もちょっと見えなくもないけど、なんだ80年代90年代ぐらいの感じかな、ちょっとね懐かしい感じしますね。 G ジャンと MA1 がドッキングしたようなデザイン、これすごく面白いです。素材はこの程度、デニムのちょっとダウンベスト風のデニムバージョン、中綿ベストと生地色違いっていう感じになると思うんですけど、可愛いですね。いやー面白い。脱ぎます。ちょっとずっと、あ、袖がね意外とリブしっかりしてますね、細いです、手首だから僕みたいに大きい手の人はちょっと抜きと入りが狭かったなと思いましたが、13,800円プラス税ですね。はい、なんでまあお値段はまあそれ相応なんですけども、これはちょっとあのデニムファンの方、またすいません、この前ものデニムも可愛かったけど、またちょっと違う感じのやつ入ってきちゃいました。はい、可愛いです、店長こういうの好きです。ついでにちょっと羽織っていきますね、せっかくなんで。中綿デニムベストは14,800円プラス税です。ちょっとすいません、お姉さんもうちょい、あ、全然着心地が違う、あのねちょっともう、ああなんていうの、厚みがきますね、グッグッてきました。しかもやっぱね、さすがにレディースだなと思ったのはコンパクトですね。さっきのはビッグシルエットだったので着やすかったですけども、店長ぐらいになるとこれだと、まあもちろん着れるんですけど、ちょっと小さいなって感じがする正直、そりゃそうだそりゃそうだ。だなんか思うに、さっきみたいにボリュームのある、あの前回の動画でご紹介したボトムがちょっと太くて上コンパクトみたいなのはちょっと増えてきそうで気がしますね。はい、あ、すごい、後ろ側もこういうバンダナの
裏地になってます。はい、ね、今度軽いやつ着ます。ボアのベスト裏メッシュですね。裏地がメッシュで7900円プラス税なんですけども、これも着てみたいと思います。あ、かわいい。あ、すごい。あのねデニムのベストは重さはありましたね。比べると全然軽いですね。でこれボタンなんでちょっとかわいい感じになりますね。あ、気軽に着れそう。あ、こういうの好きな人いる、お客さんでいる。あ、かわいい。でね、すいません、一つボトムをご紹介し忘れちゃって、さっき柄のねキュロットみたいなパンツがあったんですけど言うの忘れちゃって、8900円ですね。これもあの、まあ、色違いで3色ありますが、なんかこういう感じでもねいいんじゃないの。あ、かわいい。なんかこういうキューブシュガーって感じして、わかんないけどあのまだ3回しかサンプルやってない、サンプルオーダーかやってないけど、雰囲気としては多分こういうことなんじゃないかなと思います。キューブシュガー感ってそういうことなんじゃないかなって思います。あったかいです。あったかいけど軽いな。好きそう、みんなみんなうちのお客さん好きそう。3色です。ちょっと色違いはあの見本がないんですけども、続いてまたベストいきましょう。中綿ナイロンですね。表面がナイロン地の、いい音しますね。ポケットがこう縦にあるんだ。こういうポケット使いってなんかメンズとかによくあったけどね、あるけどね、女性もの意外となかったんで珍しいですね。値段は9800円ですね。9800円でした。4色展開ですね。そのうちの、1色。あ、軽い。めっちゃ軽い、これ。まあ、よくできてますね。本当に軽い。着て、感心しちゃう。そう思うと何度も言って悪いけど、デニムは重かったね。まあ、やめとけみたいな感じになっちゃうけど。これはでも見た目はいいけど、ちょっと覚悟は必要だっていう、もしくはあの体力が必要だっていうことで一応認識しておいてください。我々もですね、ちょっと年も年になってくるとこういうのが楽でいい着ないけどね。でもキューブシュガーのアウターもありなんだな、店長的に。別にね、うん、でもちょっと首元がやっぱ違うからはい、あ、こうやって着た方がいいですね。僕の場合はちょっとやっぱメンズっぽく着た方がいいね。でもなんかこのフォルムもなんかね、ちょっと面白いですよ。ボックスちょっとこうなってんのかな、なんかない感じだ。絞れますね。絞るとここが細くできるんですね。あ、こうなっても自然ですね。あ、なるほど。え、かわいい、これ。 あったかいし、あったかくて軽い。さっきのボアのベストよりも暖かいです。最後ですね、まあ、これが同じシリーズになるので色違いでこっちの色もあるよってことなんですけども、じゃあコートですね、最後は。これもう真冬だろこれは防寒だよね、かなり。12000円だ、しかもその割に。あ、中綿減らしますって書いてある、注意書きで。あ、すいません、追加情報いいですか。ちょっとすいません、見落としてました。中綿減らします、着丈3センチ長くします。ちょっとロングになりますね、これ。ボリュームがね、もうちょっと減りまして、丈が長くなるんで、だいぶちょっと待って、だいぶ違うぞ。そしたら3センチは割とあるよ。3センチなんで多分こうシュッとロング系のベストのイメージをしていただけたらと思いますが、こっちは丈に関しては書いてないな。中綿が減るそうです。モコモコしちゃうってことかな、多分。そうだね、きっと。あ、すごいもん、圧がっていうか、なんかあったかいけど、なんかこの暖かさのままでもいいような気がするけど、ちょっと中綿が減るそうです。まあボリューム着膨れしないように見せるためかな、というふうにちょっと認識しておいてください。あ、かわいいじゃん。やばいよねこれ、かわいいよねこういうの。なんかやっぱこういうのってかわいいね。もちろん女性がね着て、袖もちょっとこうあれですね、こうすぼまっていくんで、あのやはり
ちょっとフェミニンさをカジュアルの中にも取り入れつつ、ポケットこれなんだね、ポケットこれなんだ、これどうなのみんな抵抗ないのかな、もうここで収まるね、あつけといても手入るのかなポケットはさ、ちょ僕結構ポケットこだわるっていうか、なんか気持ちなんか入れていたいから、なんかポケットでも平気だ、このままいけますね、止めたまま手が入るわ、入ります入ります、いや面白いですね、こういうのってやっぱさ、でも作る人は絶対考えると思うんですよ、どうするって言って、あだここスナップつけた状態で手入れられます、だけど見た目のこういうなんていうの可愛さっていうか、ちょっとデザイン的に見せたい部分もちゃんと見せてるということかな、解釈的に。あったかいっていうか汗が出てきそうなので脱ぎます。はい、まあ以上が一応アウターですね、あのキューブシュガーの今回の展示会のアウター系まとめです。あとカットソー、ニットなどありますが、ちょっとその辺はですね先に在庫表の方に掲載したいなと思って、なんでボトムとかアウターいつも遅くなりがちなんで、在庫表ベースで考えるとですね、そういらないかこの説明、アウターボトムス系が最後になっちゃってトップスから始まっていくんですよ。そうで紹介するのもあのライブ配信とかでまあ一通り言うんですけど、ちょっとこう遅れがちになっちゃうから、あえて逆にこのボトムアウターから入りまして、動画はね、で あの写真は従来通りトップスから行こうかなで、こう通過していくようだなイメージでございます。あごめんなさい、イメージでございます。なのでまあ在庫表と動画と共にチェックしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。一応木曜日からスタートなんですけれども木曜日はですねあれです、撮影会もまたありまして、あのお客さんに来てちょっと来てもらう感じ、イメージをもっとお客さんに湧いて伝えられるようにやっていきますので、お楽しみに。じゃあね。